こんにちは、萩原哲夫です。今回は、前回も話しましたが、21世紀は、人間がですね、利己から利他、己を利するから他者を利するというね、そういう、方向に、変わってく時代ではないかと。まあ、それをやっていかないと、まあ、人類そのものが、もう、テクノロジーをね、すごい、手に入れちゃったんで、地球破滅をしかねない状況まで今、来てると思うので、そういうところを、ちょっと話をしたいと思います。で、ネタにするのがですね、皆さんご存知かどうか、この石原莞爾ですね。なんだ、満州事変を起こした天才、軍人ですね。戦前、まあ、日中戦争に入っていくと、短所を作った、満州事変を起こした、石原莞爾。結構、ね、そういう戦争犯罪者的な感じで、見られてますが、話されてるっていうか、その考えてらっしゃることはもう、すごく好きでですね。なんか、写真もね、すごく見ると、見た目もね、なんか、人を引きつけるものがあって。そうです。結構、好きな方でですね。戦前にはそういう、なんか割と世界規模で物事を考えてた方が結構多くて、大川周明とかもそうですよね。なんか最近本がちょっと出るようになってて、読んでみたいなとか思うんですけど、割と世界規模で物事を考えてた日本人の一人として、まあ石原莞爾がいて、彼が言ってたのは、東洋の王道、西洋の波動で、世界最終戦争論ですね。王道と波動はどこかでぶつかって戦争しなくちゃいけないと。王道というのはまあ、それこそ、利他、他者を利するの王道であり、波動っていうのは利己、己を利する、ね。まあ、エゴイズムの波動と。それがどこかで、地球の進化の中で、ぶつかって戦争しなくてはいけないという、ね。そういう見方を彼はしていて。で、その戦争が来る前に日本は国力を蓄えて、波動である欧米列強、特にアメリカと戦争しなくちゃいけないってことを言ってて、さっきのその大東亜戦争なり第二次世界大戦は、まあ、ちょっとまだ早いと言ってて、結構反対をしてたんですよね。まあ、そうは言いつつ満州事変を最初起こしちゃった人なんで、その後、まあ、陸軍が力をつけて、日中戦争の泥沼にはまり、その後、大東亜戦争、太平洋戦争に至ったっていう、まあ、歴史のそういう事実があるので、まあ、人によっては説得力ねえっていうね、いう話も、するし、この、先だってご紹介した、芸からの脱出の安富さんがですね、なんか先日、石原莞爾の墓参り、山形県の酒田市にあるんですけど、郷里なんですよね、石原莞爾の。そこで、石原莞爾、彼の、妄想で国家が戦争に引きずられてしまったみたいなね、痛烈な、ツイートをされてましたけども、まあそういう面も確かにあるっちゃあるんですが、今日話そうとするのはそういうことではなく、王道と波動の最終戦争ってことはですね、実は今、21世紀入って、2020年に至るに至り、今起こってんじゃないのかなっていう。で、石原莞爾が言ってたように、国家で、アジアが王道で、西洋が波動というよりは、もう世界中、日本の中に王道と波動と両方混じってるし、それこそアメリカの中にも王道と波動両方混じってるんですよね。その、利他が利己
利己主義と戦っていくっていうのは今現状の世界観な、世界なのかなっていうのをちょっと思いました。で、そうですね。要するに今最終戦争を石原莞爾が予言してた。現状で起こってんのかなっていうね。で、まあ、ここでもし波動である利己が勝ったら、まあ、地球そのもの、人類そのものがやばいんじゃねえかみたいなところなのかなと思いまして。それこそ、石原莞爾の妄想に、お前輪にかけて、輪をかけて何言ってんだって言われちゃうかもしれませんが、この、利他っていうことはね、最近なんかネットとか本を読んでて、新しいものをそういう見聞きしてると結構出てくるキーワードなんですよね。それもだからなんか、流れの違う別々の方がおっしゃってたりしてて、しかもなんか、実業の世界にいらっしゃるような方々が、そういうことを皆さんおっしゃり始めてるんで、多分、僕だけが感じてることではないと思います。と同時に、そうですね、石原莞爾、もともと日蓮のそういう在家の運動みたいなので、入ってて、宮沢賢治と一緒のところでなんか日蓮宗を習ってたんですよね。北一揆っていうんですか、国中会か。それで石原莞爾も宮沢賢治もそこで日蓮宗のエッセンスみたいな宣伝学んで、まあ戦後の評価はね、もう宮沢賢治圧倒的にいいんですけど、まあそんな感じでですね、まあいろいろつながってるというね、そんなところで王道と波動の最終戦争ですね。まあ現状がまあそういうことではないかと。ふうに、ちょっとさっき感じたので、この2冊、石原莞爾。これは特にね、敗戦後に書かれた、その石原莞爾、敗戦後の石原莞爾の思想について書かれてて、まあ反省もやっぱあるんですよね。最終戦争ちょっと違ったみたいな。まあでも、今後とも最終戦争に向かって戦争はあるみたいなことが書かれて、その後、昭和23年かなんかに病気で亡くなられちゃうんですけどね。まあそんな感じで。久しぶりに、もうかなり前にこれ読んだ本ですけど、ちょっと思い出して、石原莞爾についてお話をさせていただきました。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。